うなぎ、八山めぐみ。私は夏が嫌いです。食欲も落ちるし、外に出たくなくなるし、一年で一番体力がなくなる季節です。そんな季節でも唯一楽しみにしている食べ物があります。それはうなぎです。うなぎ料理の中でもせいろ蒸しが一番好きです。うなぎには栄養のある成分がたくさん含まれていて、夏バテ防止に大変良いと言われています。しかし、いろいろな理由でうなぎの量がだんだん減ってきました。それに対してうなぎの値段はそれこそうなぎ登りに上がってきて、子どもの頃のように気軽に食べられなくなりました。それでも年に2回程度、何かのきっかけでありがたくいただくことにしています。今回のブログはそのきっかけ1ですね。この何とも言えない香りをお届けできないのがとても残念です。次回のブログもうなぎトピックにしようかな。